武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは近畿大学医学部の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、時間が60分で大問が3題、そしてここはちょっと特徴的なのが、数学が 2B まで、3がいらないというところが特徴になります。でですね、なので出てる問題としては、その数3の微積が出ない分、範囲が割と、まあ、いろいろなところが出るようになっているのですが、まあ、その中でもやはりその 2B の微積だったり、図形と方程式、あとはベクトル、などこのあたりが出題率高いですね。あとはまあ二次関数など、要はグラフ関連の問題と図形関連の問題の出題率は高いという形になっています。またあとは確率や数列ですね。まあ、なので、通常のその理系の入試から、まあ、微積が数3から数 2B に変わって、若干その出題率が下がったけど、他の分野は割と例年通り出てるみたいな形ですかね。で、大問が3題で60分なんですが、まあ、その大問自体がですね、一個一個は割とやはりセンターなどと比べるとちょっと難易度高いかなという問題が出ておりますので、時間的余裕はあまりありません。で、形式としては、答えを答えるだけ、のものと記述式、がどちらも出ておりますので、記述式があることを考えると、かなりその時間的制約は大きいかなと。なのでスピード勝負に、なってくるかと思います。で、問題のレベルとしては、まあ、マーチレベルの問題集解けていれば十分対応できますが、やはりその記述練習っていう部分、もそうですし、あとはその、まあ、医学部志望としてはっていうことになりますが、数 2B までの範囲でのその演習というところにどこまで力を入れられているかどうかっていうところですね。ここをしっかりやっておかないと、まあ、片手間で解けるような難易度ではやはりないので、しっかりその完成度上げてですね、解けるようにしていきましょう。で、計算力と記述力、このあたりはしっかり強化してですね、なので、まあ、マーチレベルの問題集は、文献の数学重要事項、完全習得編などもいいですし、記述に自信がないなら、国立向けの国公立標準問題集、キャンパスなどで、記述の、練習も、特にその出やすい範囲に関しては、まあ、追加でやっておくといいかなと思います。以上が数学の勉強となります。